にちは、シエルです。最近YouTube のコメントで海外ドラマに関する質問もよくあるので、今日は私のおすすめ海外ドラマをご紹介していきたいと思います。まあうちにもね、4000本ぐらい DVD があるので、おすすめしたいドラマはいっぱいあるんですが、普通に紹介してもつまらないので、今日は今流行りのタピオカにぴったりな海外ドラマ11選をお届けしていきたいと思います。私のタピオカのイメージだと、やっぱちょっとガールズドラマとかそっち系になってきちゃったんですけど、完全なる私の中のイメージで11選選びました。本当はね、10個選ぼうと思ったんだけど、11個出てきたので。今日ご紹介するドラマはタピオカを勝手に見てもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということで私も買ってきました、タピオカ。近所のファミマで購入しました。本当はね、可愛いタピオカを用意したかったんだけど、ちょっと並ぶ気力もなかったんで、すいません。コンビニのタピオカミルクティーでお許しください。まずはこちら、はい、青春ミュージカルドラマのグリーです。はい、このね、カラフルでポップな世界観もマジでタピオカにぴったりだと思います。名曲のカバーとオリジナル楽曲が本当に最高なんですよね。一つ一つのパフォーマンスがマジでクオリティ高くて、なんかもうグリーって数年前にファイナル迎えちゃったんですけど、ずーっと私聴いてる。グリーの曲聴かない日はないぐらい毎日のように今でも聴いてるんですけど、私が一番好きなグリーの楽曲はライトアップザワールド。聴いててなんか気合も入るし泣きそうにもなる。なんかいろいろ思い出が込み上げてきちゃって。裏話なんですけど、めっちゃダンスが上手いさ、ブリトニー役のさ、ヘザー・モリスってもともとグリーの振付師で参加してて、でそのダンス見てこのブリトニー役に選ばれてたりとか、このカート役の子とかはオーディション受けたら落ちちゃったんだけど、そのオーディション受けた姿を見てこのカートって役が誕生して、このキャストに選ばれたりとかしてて、なんかそういうね、裏事情を聞くと、君の頑張ってる姿はちゃんと見てる人がいるよみたいな感じな、なんかもういろんな意味でポジティブで、でもあとはね、このね、ポップな世界観が本当に最高です。グリーの子たちがこんな感じでジュースをバーンって飛ばしてますけど、タピオカドリンクはバーンやんないでください。続きましてはこちらです。ポン。決してキラキラではないリアルなニューヨークライフを描いたガールズです。なんかさ、ガールズドラマってめちゃくちゃキラキラしててイケメン出てきてとか、なんかそういうドラマが多い中で、ニューヨークって家賃とかも高いからそんな裕福ばっかじゃないぞみたいな。ちなみにこちらはレナ・ダナムが制作、脚本、監督、主役を務めるという、一人で4つの仕事をこなすという、そこもすごい注目されてたんですけど、ガールズドラマでいう SATC とかゴシップガールとか、そういったキラキラとはちょっと真逆な感じなんだけど、どっちかっていうとそのなんか YouTuber っぽいのかな、なんか SNS でキラキラ女子たちがいるけれども、本当はこうですみたいな感じの人間臭さみたいなものを描いてるドラマで、あとはね、少々過激な描写もあるんですよ。少々でもないが、結構激しめの描写があって、だからそれがこれ HBO が制作してるんだけど、まさに HBO っぽいなっていう感じの、ちょっとこう刺激的なシリーズです。ゴシップガールとかだとね、美男美女だけど、これに関してはイケメンではなくちょっとダメンズ系の男の子だったりとか、そことのね、恋愛だったりとか、なんかこう人生こうなっちゃうよねみたいな、わかるみたいな感じでこう共感する。このガールズに関しては海外セレブがめっちゃハマってるって話題になってて、テイラー・スウィフトとか超一流スーパーセレブがハマるっていうことはさ、なんかやっぱりさ、キラキラな世界っていうの、そういうセレブとかのさ、めちゃくちゃスターな世界でもさ、実際ほんと毎日がハッピーってよりさ、大変なことがあったりとかさ、それこそセレブも恋愛で傷ついたりとか、なんか多分そういうところが共感できると思うんだよね。そのなんか楽しいハッピーイエーイだけじゃないよみたいな人生、なのでこれめちゃくちゃおすすめです。現実はそう甘くないよねみたいなメッセージがありますね。はいはい、続きましてこちらです。たくさんの L が詰まった L の世界です。はい、これはマジで私もめっちゃハマった。見えちゃいけないとこだけ隠れてるんですけど、ロサンゼルスを舞台にレズビアンやバイセクシャルの女性たちの恋愛模様だったり人生を描いた作品で、 L の世界、いろんな L、 例えば LA の L、 ラブの L、 あとライア、嘘の L とか、ロンリネスの寂しい孤独の L とか、そういうなんか L がめちゃくちゃ詰まってるので、もうこのドラマに関してはやっぱね、女性同士の恋、
これが本当に面白くて、このドラマ内で相関図って言って、こう、まあ、誰と誰が付き合ってみたいな、こう自分たちの周りにいる女性たちのその恋愛のつながりをこう表した表みたいのがね出てくるんだけど、それでさ、こことここが付き合って離れて、こことここが付き合って離れて、そうするとこことここもつながってとか、すごいね、その恋愛の構図が複雑なんですよ。まあ、女の子の中でもモテる女の子がいたりとか、あと浮気症の女の子がいたりとか、いろんな恋愛の仕方があって、で女性同士のその嫉妬の描き方も面白くて、もうこれは本当にハマった。一つだけツッコミどころがあって、働いてるシーン、仕事してるシーンがあんまり出てこないの。おいおい、みんな無職かよって思うぐらい、恋愛ばっかしないで働けよとか、ちょっとツッコみたくなる感じだったりするんだけど、まあドラマだからね。これを見た時にアメリカドラマすごいと思った。うん。でちなみにこれね、今年2019年に実は10年ぶりに復活するっていうニュースもあったりして、そうだからこれまた再熱再び盛り上がると思うので、はい、まだ見てない方よかったらぜひ。ガールズドラマの代表作といえばゴシップガール。はい、これはタピオカが一番似合うドラマかもしれませんね。ニューヨークのマンハッタンで最もリッチな地区と言われているアッパーイーストサイドを舞台に、まあ、若きセレブたちの、まあ、恋愛だったりいろいろもろもろが描かれているドラマですね。まあ、ゴシップガールは人気ですよね。日本のガールズドラマだったら一番知られてるかもしれないですね。高校生なのに、まあ、リムジンでお迎え来たりとか、あとはまあやっぱりゴージャスなファッションだったりとか、あとそういう私生活キラキラみたいな、誰もが憧れるような生活をしている男女の、まあ、物語ですけれども、まあ、このゴシップガールってもともとね、なんかね映画化を予定してたらしいんですよ。なんだけど、まあ、ドラマになってで、まあすごいヒットしてっていう感じなんですけど、ちなみにね1月26日だったかな、ニューヨーク市がその日をゴシップガールの日って決めたんだよね。ドラマの作品の日ができちゃうってすごくないですか。ね、すごいですよね。そう、まあそれぐらいさ影響力のあるドラマだし、ニューヨークを舞台にしたドラマもいっぱいあるんですけど、ゴシップガールで出てきたそのニューヨークの街の多分ツアーとかもあったりするぐらい、多分世界中からファンが押し寄せてきてると思うんだよね。そのゴシップガール聖地巡りみたいな感じで世界に衝撃を与えたシリーズですよね。はい、ということでこちらも選ばせてもらいました。私はこのブレアに憧れて毎日カチューシャつけてました。うん、ブレアには全然なれなかったけど。何年経っても愛されドラマのセックス&ザシティです。はい、これはもうマジで全てのガールズドラマはここから始まると言っても過言ではないぐらい本当に伝説のドラマですね。これはやはりアラサー女子に捧げたい。主人公4人が30代に突入というところから始まっていて、恋愛とかで悩みつつもこうみんなでこう支え合うというか、女の友情が詰まってるシリーズですね。なんかやっぱさ、人生辛いことあってさ、仕事もうまくいかなかったり恋愛もうまくいかなかったりする時もあるけど、でも落ち込んでもしょうがないから、そんな時は可愛い靴買おうよみたいな、うん、なんか飲んで踊って騒いで忘れようよみたいな、そういうなんかめちゃくちゃハッピーになる。なんか私これ見た時って25ぐらいだったかな。なんか今また見たいって思うね。うん、はい、ということでアラサー女子におすすめしたい。これ若干あのタピオカあるお酒の方が合うかもしれないけど、でもはい、ぜひタピオカドリンク片手に飲んでほしいです。ちなみに映画もあります。永遠に続くものなどない、夢は変わり流行りは終わっていく、でも友情だけはずっと色褪せない、ほんとそう、友情最高。続きまして、医者だって全力で恋をする、グレイズアナトミー。はい、メディカルドラマの中で私が一番好きなシリーズです。もうこれは本当に好き、本当にハマった。一番最初のスタートとしては、あのインターン生っていうの、新人研修員がお医者さんになるために大変なことを乗り越えていきながらも、一緒に頑張る仲間と共にこう支えながら成長していくみたいなドラマなんですけど、仕事にちょっと落ち込んでる人とかはこのドラマ見ると、あ、頑張ろうって思うようになるし、うん、まあちょっとツッコミどころといえば、病院内で事件がめちゃくちゃ多い。うん、そんな病院で起きないだろうみたいな、なんか爆発したりとか、あと銃撃戦とか病院内であるっていうぐらい、ちょっとあのびっくりするあの展開になっちゃうんですけど、で特にこうシーズン1、2とか2、3とかちょうど切り替わりでめっちゃやばい事件起きちゃうみたいな、そんな人生あるっていうぐらい、すごいちょっとツッコミどころも満載なんですけど、でも面白いね。で、あとはね、お医者さんの恋愛ですよ。時にはあの患者さんとの恋みたいな。
ね、そういうのもあったりします。ちなみに私海外ドラマ好きな人とかになんかこの作品で誰が好きとか結構気軽に聞いちゃう人なんだけど、このドラマに関してはほんとね、みんないいの、みんな素敵なキャラで選べない。ほんとなんか主人公ぐらいな、こうメインキャスト10人ぐらいいるんだけど、みんないいの本当に。そうだからなんかみんな違ってみんないいっていう言葉はこのグレイズアナトミーのためにあるだなってすごい私思うぐらい、やっぱ長く続くドラマだからもうほんとみんないいんだよ、みんなそれぞれいいの本当。泣く泣く泣く、泣きたい人必見です。ダン出ました。サスペンスなのに大爆笑、デスパレートな妻たちです。今日ご紹介する11選の中でも一番好きかもしれない。うん、このドラマ私の海外ドラマ人生で絶対に外してはいけないシリーズだなと思います。うん、最初さ、デスパレートな妻たちのその妻に結構引っかかっちゃって、なんだろうな、私がこれ見始めた時って20代前半だったんですけど、やっぱそのさ20代ちょっとぐらいの時、22、34とかになるとさ、ちょっと妻って聞くとちょっとこう年齢高すぎてなんかハマれないんじゃないかなみたいな、学生青春ものとかそっちの方がいいかなみたいな感じを持ってて、その妻に抵抗あって見てなかったんですけども、これは本当絶対見た方がいいシリーズ。このね、奥様たちがね本当に面白いの。ちなみにこのドラマは一人の奥さんの自殺から始まるんだよね、物語が。でそのまあ自殺の真相を追っていくっていう話で、だから一応サスペンスなんですよ。サスペンスなんだけど、それをね独特な世界観で描いている、コメディ色が強いんだよね、ものすごく。でなんか音楽も結構ねなんか独特なのよ、この世界観が。まあ自殺しちゃった奥さんがナレーションでねいろいろ語ったりとかしてるんだけど、なんといってもこの4人の奥様たちがマジでぶっ飛んでんのね、ちょっと紹介していきたい。はい、こちら、お料理も上手、お庭の手入れも完璧、服装も髪型も完璧だけど子供不良みたいな、なんかすごい完全仮面夫婦みたいな感じだったりして、なんかこう作り笑顔の裏が怖いみたいな、そう私一番好きなキャラクターかも。であとこちら、はい、元モデル、超金持ちと結婚したけどちょっと不倫中みたいな、そうガブリエル、めっちゃ可愛い。はい、こちら、子育てにも疲れ果てたおっかさんみたいな感じで、遊び盛りの子供たちにガンガン振り回されててなんか化粧できないみたいな、で夫もちょっと頼りなさすぎて夫もなんか大きな子供でみたいな感じで、家族に振り回されちゃう奥さん、超天然ボケキャラ炸裂の奥さんで、まあ、娘がしっかりしてるんだけどお料理はできない、裸のまま外で締め出されちゃう、あと人の家に火つけちゃうみたいな、すごいやらかしちゃう奥さん。そう、もうほんとみんなそれぞれ個性が強くて面白いの、もうほんとこの4人最高、これは絶対見てほしい。うん、おすすめ。はい、続きましてはこちらです。ポン、ニューヨークガールズダイアリー、大胆不敵な私たち、女性誌の編集部で働く女の子たちを主人公に描いた作品で、ちなみにこの作品はアメリカの雑誌コスモポリタンという女性誌の、ジョアンナ・コールズという編集長、その半生を描いたシリーズと言われていて、で、まあ、そのね編集部の中に働いている女性3人と、まあ、その編集長のまあ仕事だったり恋愛だったりいろいろ人生悩むけど頑張ろうぜみたいな感じの、まあ、メッセージ性があるドラマなんですけど、今流行りのそういう SNS に絡んだ問題とか現代社会で生きていく上での問題みたいな、まあ、特に女性の問題とかをそのドラマ内ですごいメッセージとともに伝えてる感じがあって、うん、だからなんかねちょっとこう夢を追ってる人とかこれから何かしたいんだけどちょっと一歩踏み出せない人とかそういう人たちにおすすめしたいドラマです。その編集長のボスがなんかそのね社員たちをね妹みたいに思ってるの、厳しいんだけど愛がある厳しさっていうのかな、うん、なんか私そういうさ関係性めちゃくちゃ憧れるんだよね。はい、続きまして禁断の恋を描いたヴァンパイアダイアリーズです。ヴァンパイアというぐらいだからファンタジードラマなんですけれども、まあ、これはヴァンパイア兄弟とあと女子高生、まあ、この三角関係を描いている、まあ、シリーズなんですけど、まあ、ヴァンパイア以外にも魔女が出てきたりとか狼男が出てきたりとか、まあ、幽霊も出てくるね、そういうちょっとダークな感じのファンタジーシリーズなんですけれども、私結構ファンタジードラマって苦手だったりするんだけどこれに関してはめちゃくちゃハマったね。やっぱこのねエレナがめっちゃ可愛いの、女性も
惚れ惚れしちゃうぐらいすっごい可愛いの。日本だとラックスの CM 出てる女優さんニーナ・ドブレフなんですけど、ちなみにニーナ・ドブレフはブルガリア出身の女優さん。まあイケメンと可愛いこと、まあ、目の保養じゃないですけど、これはめちゃくちゃハマりました。よくね、吹き替え字幕ね、いろいろどっちで見てますかみたいなことも言われるんだけど、これに関して私吹き替えめちゃくちゃおすすめで、まあ、この3人の声を担当している声優さんが海外ドラマ界で言うとマジ神声優さんなんですよ。神が3人揃ったみたいな、なのであの吹き替え版もおすすめです。女の子は嘘と秘密でできているプリティトルライアーズ、めっちゃ可愛いね。このドラマはガールズミステリーだね。これは一人の女の子の失踪事件から始まって、その時に仲良かった女の子たちに、まあ、謎の A という人物から脅迫状が届くようになっちゃって、で、まあ、犯人誰だろうねっていうところを、まあ、探っていくというドラマなんですけれども、高校生には見えないね、みんなめっちゃ可愛くてセクシーで大人っぽくてっていう感じなんですけども、その脅迫してくる犯人の A 誰なんだっていう感じなんだけど、最初はメールでね、なんかお前らを見てるぞみたいな、そういうちょっと怖いメッセージとか、まあ、手紙が入ってたりとか、まあ、あとはなんか鏡とかに唇で書いてあったりとか、まあ、いろんなところにこう A からのメッセージが残されていて、誰なのみたいな感じなんですけど、若干もうさ、やりすぎ感もあって、なんか一個すごい面白かったのが、ミルクかけ食べるシリアルあるじゃないですか。それでなんか ABC のこういうそのアルファベットの形をしたシリアルが入ってる箱みたいなのがあって、でそのシリアルザーって出したら、そのシリアルの文字が全部 A みたいな感じ でなんかすごいさ、想像しちゃってさ、その犯人がさ一個一個 A だけをこう取り除いてたと思うと、なんか笑けてきちゃって、なんかそういうなんかね、どんどんその A からのメッセージがツッコミどころ満載な描き方になってきてて、ちょっとなんか途中からなんかミステリードラマなのに笑けるみたいな感じなんですけど、とはいえこの5人衆がもうめちゃくちゃ魅力的で、すっごい可愛いので、特にこれね、ハロウィンのエピソードがめちゃくちゃ素敵なんですよ。なのであのハロウィンの時はぜひプリティドルライアーズをタピオカと共にっていう感じです。ちなみにさ、ハンナ役を演じてるさ、シュリー・ベンソンがクアラと婚約ね、すごい嬉しいニュース。最後はこちらです。奥様はコメディアン、マーベラスミセス・メイゼルです。はい、これはアマゾンのオリジナルドラマで、ひょんなことから2人の子供がいる奥さんが、まあ、コメディアンを目指していくっていう話なんだけど、舞台が1950年代のニューヨークなんですけど、そのね、50年代ファッションもすごい素敵だけど、その50年代の街並みっていうの、車とか、そのなんか世界観、やっぱアメリカのドラマすごいなってなって、で、まあ、これアマゾンだからね、制作が、かなり力入れてる感じあって、でエミー賞も取ってるんだよね。奥さんがねコメディアンを目指していくっていう作品なんだけど、そのね奥さんのね、そのね女性の強さっていうのかな、舞台に立とうっていうその姿からもすごいなんかパワーもらうし、あとはねそのね女マネージャーさんがいるんだけど、で最初バチバチなのなんだけど、そのね2人のね絆がどんどんこう深まっていって、その中ねパートナーとしてお互いがお互いを必要としてて、なんかそのためにも頑張りましょうみたいな感じの、そのねやりとりがすごい心熱くなって感動するんだよね。私もちょっとエンタメやってる身なんで、ちょっとマネージャー欲しいなってちょっと思ったりしながら見てるんですけど、ここ数ヶ月ですごいビビビッと印象的に残ったシリーズで、めちゃくちゃおすすめしたいなと思っています。すっごい可愛いワンピースとかドレス出てくるから、ほんとめっちゃタピオカ進むと思います。めっちゃエモい海外ドラマだなって思いますね。はい、はい、ということで今日はタピオカドリンクにぴったりな海外ドラマ11選をお届けしました。タピオカにハマってる皆さん、あの今日紹介したドラマを見てもらえたら嬉しいなと思います。あとはこれからもちょっと海外ドラマに関してもどんどん発信していきたいなと思っているので、何か質問があればあのコメント欄にいただけると嬉しいです。私自身結構ね幅広くドラマ見ているタイプだと思うので、これからもいろいろとね、あの面白かった作品に関してはお伝えしていきたいと思います。はい、ということで今日も動画見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。